しょ。顔も合わせんならば。待って、めちゃくちゃ謝罪。皆さんこんにちは。12月21日ビーカエンドチャンネルのお時間です。この番組はトーラス株式会社が運営する産地直送サイトビーカエンドストアと沖縄の魅力や SDGs に関する情報を発信するメディアビーカエンド沖縄から様々な情報をお届けする番組です。本日も元気で愉快な3人と楽しいひとときをお過ごしください。はい、イエーイ、はい始まりました。すいません、始まりが遅すぎて申し訳ないです。いつもさタイミングがわからないってばあのさ音感ないからさどこで入ればいいかわからんわけ。なんか、はい、青いさん鼻声ですね。やっぱり鼻、ね、右鼻がちょっとすいません詰まってます。右鼻が、右鼻になんかいるので右鼻だけね。よろしくお願いします。ということで今日も自己紹介いきましょう。はい、食べるの大好きみちるです。はい、みちるちゃん。はい、みんなの足ゆりです。みちゃん、はい、はい、黒い白い青いです。今日も3人にお付き合いください。はい、インスタライブからもこんにちはってこんにちはコメント来てます。ありがとうございます。ありがとうございます、はい、でヤンキチさん、アオイちゃん、ミチューちゃん、ユリちゃん、ちょっと早いけどメリークリスマスって。はい、メリークリー。今週、あ、来週、あ、今週末がイブ。うわお、イブ、わお、わお、ルンルン、やだやだ誰やだ、サンタさん、王子様、来る、あ、王子様じゃないか。いや、ヒゲの生えたおじさんですけど、ね、来るね。はい、ということでもうクリスマスも近いんですけど、今日のテーマちょっとクリスマスではなくて、実は皆さん今日はですね、はい、遠距離恋愛の日らしいです。へー、なので、はいはい、今日のテーマは遠距離恋愛です。皆さんの遠距離恋愛のエピソードとかなんかいろいろあればコメントをいただきたいなと思います。お願いします。なんかさ調べたらさ、はい、クリスマス前に、うん、この今日12月21日に、うん、クリスマス前遠距離の方たちが会って愛情を深める日らしい。うわ、なんか織姫と彦星みたい、 みたいな感じで一応 Google では出てきた。へえ、そうなんだ。そうそうそう、そうなんです。遠距離って辛いよね。寂しいよね。でも切ないけどいいよね。いいよね、なんかいいよね、うん、なんかいい、わかる。やってみたかった。あ、やったことない人。はい。あ、ゆりちゃん。はい。ない。そうなんだ。遠距離ないんだ。ていうかそもそもあんまり恋愛経験ない、はい、これはもう青い教に入れないといけないね。入れないといけないな。青いもないけど、これから遠距離募集中遠距離募集中する。遠距離したい、したい人はあんまりいなくない。でもさ、悲しいことに、まあいいや、これ悲しいから最後に言うね。わ、はい、かりました。じゃあ先にコメント、はい、高坊さん、青井さん、みちるさん、ゆりさん、こんにちは。こんにちは。青の軍団さん、トークトークって、トークトーク、はい、頑張ります。はい、まず沖縄県内では遠距離恋愛ってないっしょって。いや、沖縄県内では県内では遠距離恋愛って言わんくない。あ、島と本島みたいな感じですか。あ、島と本島あるね。あるかも。そうだね、うん、石垣島の人と付き合って全然すぐ会えるでも意外と名護とかも遠くない。遠いね。名護と那覇とかだったら、まあ、2時間ぐらい、あってなったらちょっと青いめんどくさくなるかも。そうだね、来てもらうね。青野軍団さん、名護と那覇は遠距離かって。遠距離だよ。遠距離だよ、うん、だって仕事終わりに会いに行くのに2時間、帰るってなったら2時間。待って待って、4時間、2時間で会える。車に乗ったらすぐ会える。え、4時間ロスだよ。行き帰りで会いに行くんじゃないですか、それぐらいだったら。あ、違う、真ん中で会えばいいんじゃない。あー、中間地点とかで。あ、そうだね。あ、沖縄市ですよ、真ん中。沖縄市らへん。浦添がいいんじゃない。浦添ちょっと南部寄りですねちなみに、はい、遠距離恋愛で続いてる人って今いる？周りに。いる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 。います、います、います。全然います。全然じゃないけど。いる？いるいるいる、います、います、います。いない、おいも。いない、いない。もう多分2年ぐらい遠距離してて、その人たちは、うん、あ、ど
ことどこ？大阪と沖縄です。あ、相手が大阪の方で、うん、大阪っていうか、あの関西の大阪じゃない関西、大阪じゃない関西、どこだ、どこ、神奈川とかなんかそこら辺、え、何がありました、関西って、神奈川、関東、みちるちゃんなんて、栃木とか、え、みちるちゃんなんて聞いてないからね興味なし、え、でも本当に本当に本当にすごい分かるよね、聞いてないのね。でも毎日電話してましたよ、ちゃんと、やっぱり毎日絶対仕事後にとかするしてました、その人たちは。遠距離、寂しい、会いたい、でも会いたいよね。でもさん、心の遠距離でっていうのもあるよ。心の遠距離はちょっとしたくないんですけど。心の遠距離って例えば、うん、彼氏が仕事人で、うん、もうなんかちょっとずっとちょっと仕事してる感じで、たまにしか会えないみたいな、うん、あ、それもちょっと遠距離っちゃ遠距離じゃん、会いたいけど会えないみたいな。そっちの方が寂しいかも、寂しいよね、会える距離にいるのに会えないっていう遠距離、寂しい、きついよ。これが心の遠距離、これは心の遠距離だと思う。勉強になりました。これちょっと問題今恋愛マスタード4級ぐらいしかないから私じゃあ5級だ、まだみちるちゃん1級1級、うん、段、あ、初段、初段、うん、5段、あ、5段、5段、5段の方が上多分ちょっと分からん青の軍団さん、心の遠距離もう別れる寸前だろうってそういうことではないんですよ、青の軍団さん。でもさ、自分がね、うん、あの女だから分かんないとかっていうのは差別なんだけど、うん、もしね、今、はい、今、うん、自分自身に置き換えてね、うん、仕事を今から立ち上げますみたいな、うん、会社を今から立ち上げます、うん、でも大切な大切な彼女、うん、彼氏がいます、うん、でも仕事を立ち上げる一番忙しい時期、うん、みたいな時に、うん、なんか構ってあげれるのかなって思う。無理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 、ね、なんか無理だ、理解してほしいって思ったら、はい、難しいね、恋愛って。そこは我慢、無理だね、そうだね、なんかすよ、分からんけど。でも男の人って口、うん、何足らず、口、言葉足らず、言葉足らず、だから言えば分かるものをいちいち言わないで、うん、こうそっけなくしたりとかするから、こんがらがるんですよ、きっと。ちゃんと話さない、うん、コミュニケーション不足。なるほど、皆さん聞いてますか、はい、はい、5級ですけど恋愛聞いては、はい、言ってほしいんだね、言ってほしいんだね、言ってほしいね。しっかり話し合いすることが人間関係で一番重要だと思います。これ5級が一番いい、いいね、ランクかもしれない、いいぐらいかもしれない逆はい、武蔵さん、はい、美女トリオの食べるの大好きみちるちゃん、みんなのアッシーことゆりちゃん、あおいちゃん、ミキサーのマナさん、あ、今日マナさんお休みかな、リスナーの皆さん、こんにちチャンネルって、お疲れ様です。本日も冷えてて寒いですねって。本当にだからよ、本当に寒い、もうきつい、ね、きつい、寒いね、きつい、もう動きたくない、嬉しい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 、はい、青の軍団さん、はい、まず俺、うん、平民だから会社立ち上げるとかないかなって、はい、やっぱ自分のなんか専念したいものとか、はい、ほらあるじゃないですか、やっぱり何かしら、ドラマとか、ドラマ見てるときとか、ゲームしてるときとか、確かに、何かに、ゲーム、何かに没頭してるときですね。ゲームめっちゃ怒られました。ゲームの邪魔したらめっちゃ怒られました。邪魔する方、あ、する方でした、する方ね、かまってみたいな、あ、みちろもする方、する方、うん、あ、相手がしてるのに構ってほしいっていう方、そう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 、それとも自分がゲームする方、いえ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 、あ、どっちもあったかも、うん、マリオ、それはマリオカートかマリオカートじゃないかによるどういうこと、関係あります、マリオカートだったらやるかもあ、一緒に一緒に、あ、一緒にできるゲームだったらいいですね、それだったら、あ、じゃあポケモンだったら嫌かもしれない、あ、一人でずっと夜中もずーっとやって、うん、やりたい、ポケモンとかだったら、でも自分がさ、本当にさ、やっぱ結構ハマるさ、うん、ハマるゲームって、うん、やってる時にマジで一時期本当にゲームにハマったわけ、うんうんうん、で結構強くなったわけさ、うんうん、で大事なこのオンラインで他のなんか例えば海外の人とかと上手い人とやる時に、うん、あの横からちょっかい出されたらマジでブチギレそうになる大事な試合になる大事な試合、じゃあこれが心の遠距離ですかね、まあ、これはだからこれは、まあ、ちっちゃい心の遠距離青の軍団さん、彼女と一緒にいる時は、うん、彼女とイチャイチャしてたいでしょって、して
たい日と、してたくない日があるかも。なんか自分の趣味に没頭 してたい日もある。一緒にいるときはイチャイチャしてたいでしょ。うん、してたいよねってことじゃない、うん、はい、してたいしてたい、うん、カープボーイさん、皆さんこんにちはんって、こんにちはんわんって、こんにちはんわん、今日は寒くなりましたねって。本当にだからさ、なんかいい、なんかあれない、なんか洋服よくよく寒いもん布団かぶっとけば、なんかもう本当に暖房の暖房を持って歩きたい。みちゅうちゃん寒がりだからね本当にね、うん、本当に寒い。でも本当体調気をつけないと、皆さん一回崩したらこれ長引きますからね。いやだ、年末年始お願い、元気でいたい、本当にお願いします。青野くん、ダンさん、一緒にいるときゲームはしないかやって、ゲームしたいなら会わないって。ですね、あれですよ、はい、同棲してる時ですよ。そうだね、週末とか。なるほどね、はい、そうなんですよ。なるほどね、はい、だそうです。青野軍団さん、5級のゆりちゃんが言ってます、はい、いかがでしょうかそちらははい、じゃあ一回さ、ちょっとCM 入って、はい、MCM、MCM 入って、皆からの遠距離のコメントもお待ちしてます。 CM、はい、お願いします。お待ちしてます。遠距離なんかポカポカしてきた。でもなんか日にちのあれが適当ですね。なんかいちごの日とかだったら、あ、そう、上にいちがあるからとかあるじゃないですか。なんかさ、読んでも意味わからなかったんだけど、真ん中の2がくっつく2人を表すみたいな感じだったわけ。ハート？わからん。真ん中の2ってどういうことですか？12月21さ、はい、真ん中に2が2個入るさ。ん？1221さ、はいはい、の2がなんかくっつく2人を表すみたいな感じ書いた時、意味が分からなかったから言わなかった。分からないですねそう、意味分からなかったんですよ。謎すぎ、そう、謎すぎだったから。難しい、難しいよね、はい、なんかよく本当にその日なのかも分からない。あ、はい、はい、なんか全員松崎なってる。本当だ。お届けしているのは Be Kind チャンネルです。引き続き3時にお付き合いください、はい、今日のテーマは遠距離恋愛です、はい、エピソードどんどんコメントお願いします。早速ですが、青野軍団さん、同居してたらはてな、彼女が寝た後にゲームするって。あ、優しい。やだ、なんで一緒に寝たい。あ、寝かしつけた後ってことじゃないですか。そう、寝かしつけた後。寝かしつけた後で大人にそういうことね。ね、自分も寝たふりして、うんうんうん、後でその後にそーっと寝なくなって、ガチャ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 ガあ、男の人がやるやつ、なんかピストルのやつ。でもやったことあるんですか、二人は、ミチルさんと葵さんは。ゲーム、うん、遠距離恋愛ですよ。ありますね、私は。どれぐらいですか。学生の頃遠距離恋愛だった気がする。うん、こう、あ、大学、はい、相手が大学生で、はいはいはい、私は社会人、はい、で沖縄と、沖縄とどこだったかな、忘れてる。はい、どっかだったけど、はい、そうそう、遠距離恋愛だった。何年したかなっていうのも忘れてるな、うん、ちょっと忘れたけど、やってたけど結局は実ってはいませんね。うん、それは、はい、なんで自然消滅、それはちょっと私が分かる範囲では、その遠距離恋愛してたあの当時のカレピーは、はい、その場でいい人に出会ったのか、その人と今ご結婚をされておりますね。 おめでとうございます、はい、わでも本当に、はい、あの時はめっちゃ辛かったけど、今では本当にいい思い出ですかね。ですかね。ですかね。みちるちゃんは学生の頃？うん、違うよ。みちるはね、二十歳ぐらいの時かな。だいたいみんななんかそんぐらいだね。二十歳ぐらいの時に神奈川の人と遠距離恋愛してた。なんかすぐ会えないもどかしさもあるけど、うん、会えないからちょっとなんか心の余裕が出る時もちょっとあった、うん、実は、うん、なんか別にすぐいないし、そう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 、はい、なんか毎日化粧しなくてもいいし、うんうんうん、みたいな、そうだね、とかはめっちゃあった、あの当時は。なんかちゃんとしとかなくても
いいんだなっていうのも遠距離のいいところだったかな、うん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 、ちなみにですね、遠距離恋愛で別れてしまう確率ってどんぐらいだと思いますか？ 85%。 みちるもそんくらいかな。だいたい正解、なんとおよそ 80% の方が別れてしまう。10組に8組は別れるらしいです。今遠距離してる人頑張って、だからよ、本当に平均下げて、平均下げて、うん、カープボーイさん、うん、俺キル恋愛でよく聞くのは、うん、遠くの恋人より近くの他人みたいな感じじゃないの、好きな人が出て捨てられる。あー、新しく好きな人ができるってことかな、遠距離してたら。そうなんだ、うん、遠くに好きな人いるけど近くの手短な人ってことですね。そう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 、とまた恋に落ちるって意味かな、うん、でもさ、それも理由に書いてあってからさ、はい、別れた理由の多くは、うんうん、やっぱり寂しさからの浮気で、うん、浮気、まあ、まあ浮気って言ったわけだね、浮気とかこの心の何、うんうんうん、井戸、切ないが理由が多かった。きっと君は来ない。わかる、もうこの歌さ、思い出してたって、もずっとこの遠距離恋愛、この恋愛です。でもさ、沖縄はないけど内地とかってさ、このさ電車とかのホームでさ、うん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 、待っててさ、はい、久しぶりみたいなの、ぎゅーみたいなのできるさ、やりたい、あれいいよね、はい、あれめっちゃいい、やりたい、あれやりたい。たまに空港とか、空港でさ、外人さんとさ、このなんか多分遠距離か何かの外人さんが前もうさ、泣きながらハグしてたの見て超感動した。うわ、それ感動ぶっ取り外ってる。もうさ、本当に、あ、多分外国と沖縄の遠距離だったのか分からんけど、うん、超泣きそうになった。分かる、ね、カープボーイさん分かる、うん、JR 東京の、あ、JR 西日本のコマーシャルあるさ、東日本って書いてる、うん、あ、東日本のコマーシャル、うん、あれ朝からみちるあれ見てるもん、あの JR 東日本のコマーシャル集。へえ、そう、めっちゃいいわけよ。あの今はまた JR のやつじゃなくてソフトバンクのやつになってるんだけど、あれめっちゃいい、昔のあのコマーシャル。あのさ、ちょっと話ずれるけど、コカ・コーラの昔の CM もめっちゃ素敵。コカ・コーラ、クリスマス系なんですか？そう、YouTube 見てみてください。本当に話ずれちゃうけど、はい、見てみます。ちなみにリスナーさんの中で遠距離したことある人、手挙げ、手挙げ、コメントしてコメントして、それかその場で手挙げて一回手挙げててほしいね、手挙げながらコメントしてちゃんとあの綺麗に手挙げてちょっと写真送ってほしいんだけど、だからということで、今日は恋愛、はい、遠距離恋愛の日なので、なんか遠距離恋愛してる人にエール送ろう、分からんけど、力不足だと思うけど大丈夫、恋愛、うん、みんな必ずどっちかが帰ってきてから、一緒に住んでから、うん、結婚するから、うん、寂しいけど今は頑張って乗り越えてはい、バイミチル誰って感じなんだけど、ミチル、ね、マジ誰って感じ、マジミチルが遠距離でちゃんと成功してた人ならあの説得力あるけど、はい、誰もいない、はい、誰もいない、はい、誰もいないでもね、ミチルちゃんは恋愛マスター5段なので、皆さん、はい、信じてください。はい、はい、で5級のゆりちゃんでもそうですね、今本当に辛いし寂しいし、やっぱこういう時にいてほしいって思うかもしれないけど、これ乗り越えたらもう絶対に深い絆ができてるので、はい、はい、もう諦めずにてか、まず一人ではできないので、恋愛は相手の協力も必要ですけど、え、なんで笑ってるんですか？違う、なんかさ、誰が遠距離してるかもわからんしなんなら、なんならゆりちゃん彼氏いないし、はい、そうそうそう、一番違うと思ったら受けるでも本当願わくば叶うじゃないですけど、 あとあれ、いろいろ不安になりすぎないことですね。もう 見ざる言わざる聞かざるじゃないけど、やっぱそういうのがあっても、もうちょっと一旦目を閉じるのも時には必要かもしれない5級、知れぬ5級、はい、バイ5級ゆり、バイ5級誰って感じなんだけど、はい、でも本当、はい、皆さんの幸せ願ってますので、
はい、高坊さんからもコメント来ててインスタから、はいはい、自分は遠距離やったことないからこそ気持ちがわからないかもって、うんうん、あーね、あーなるほどね、 Me too ですよ、 Me too、 寂しいよ、寂しくなるよね、でも会えないからね、うん、やったことない人の方が多いよね、普通多いと思う、そうだよね、うんうん、やってたとしてもなんか学生の頃とか、うん、沖縄さ、あれじゃない、軍人さんとお付き合いするさ、あ、多いね、そういうのパターンね、多分外国の遠距離結構多いと思う、多いかもね、うん、軍人さんあれなんか満期があるでしょ、うん、2年とかでまたどっか行かないといけないとかあるから、確かに確かに、うん、それで遠距離あるか結構あるかなと思う、うん、そうだね、外国、はい、あるあるかもしれないね、うんうんうん、はい、社長さんからなんかすごいコメント来てるけど、はい、ちょっとあの放送できなさそうなワードがすごすぎて、ちょっとうん、そうだね、はい、社長さん優しいコメントお願いします、はいなんかうん、リアル見てきたって感じの、あ、本当だね、今ちょっと読んだらそうでした、はい、はい、今日はエールを送る回なのでそう、ね、ダメだ見ちゃいけない、ね、クリスマスでもさ久しぶりに会うさ、はい、この遠距離同士の人がクリスマス久しぶりに会うとかデージワクワクするわけで、あ、とりあえず立つメンバーもダメ、ね、何入っていこうみたいないや、キモい、キモいなんですか、かわいい、今自分が想像したら自分で想像したからキモかった、ちょっといいな、幸せですね本当に、そういうの何着ていこうかなとか、何買っていこうかなとか、ね、もう1年ぶりに会えるとか、1年ぶりに会える、やばくない、長いか長いか長いと、長すぎか、うん、あ、カープボーイさん、今は昔に比べて遠距離恋愛の距離は近いんじゃないのって、うんうんうん、昔は電話の料金半端じゃなかったからねって、うんうんうん、確かに、あ、今フェイスタイムとかもできるし、ね、あるからね、うん、確かになんか毎日顔を見れるね、うん、って考えたら昔の人って手紙でしょだよ、寂しい、なんか手紙が届く頃には話題変わってない、背景お元気ですかみたいな、うわ、私はなんか今みたいな、うわでも私手紙に多分香水つけます自分の香水エモい、なんか思い出してもらえるようにやだするかもしれない、寂しいですね、寂しい、今でよかった、寂しい、でもあ、でも憧れる、なんかね、あの歌わかる、ちょっとさごめんね、年代が全然違うんだけど、木綿のハンカチーフって歌わかる、聞いたことはあります、あれのさ歌詞が多分遠距離してて、うん、彼氏の方があの都会に行っちゃうわけ、うん、で都会に行ってて、もう都会に染まってどんどん変わっていくわけさ、辛いで、はい、このでもなんか記念日に何かを送るわけ、なんかルージュかな、ルージュ口紅かなんかキラキラのアクセサリーか何か送ったんだけど、はい、彼女的にはなんか変わらないあなたからはハンカチが欲しかったみたいな歌詞の歌があって、なんかその歌詞めっちゃいいからさ、ちょっと涙が出てきそう、なんかその歌詞だけ聞いてみて、めっちゃ古い歌なんだけど、昔この先輩が歌ってるの聞いてめっちゃ鳥肌立った覚えがあって、はき、あ、そうそう、高坊さん、太田さん、あ、何、お、ちょっとひろみさん、何、ただ太田由美太田由美、そうそう、聞いてほしい、なんか先輩がしかもめっちゃ歌が上手くて、うん、もうぐさぐさ刺さって今でも覚えてるから歌詞一回見てみてください、見ますそれあ、高坊さんも確かにって手紙もいいねって、手紙いいよね、手紙さんもらったらちょっと嬉しいよね、手紙嬉しい、めっちゃ嬉しい、うん、手紙、手書きのね、うん、本当に嬉しいかもしれないということでですね、はいはい、あのもう残り2分ぐらいになったんですが、はい、実は私たちの年内の生放送が今日で終わりです。そうでした、そうなんですよ、そう、12月の最後の週の木曜日は収録で、うん、あのラジオを撮ってるので、ぜひこの今日が最後の生放送を今年はになるので、はいはい、ちょっと生でもみんなに今年のお礼を言っとこうかな、はい、2回、はい、2回聞くことになると思うんですけど、2000何年23年、はい、うさぎ年、うさぎ年、はい、ビーカインドチャンネル皆さん聞いてくれてありがとうございました、はい、ありがとうございました
最後の週はあの収録なんですが、ぜひ聞いていただけると嬉しいです、はい、そして2024年一発目も収録の、はい、ラジオになってるんですが、はい、はい、来年皆さんそうだね、はい、素敵なクリスマスとお正月と年越しも、はい、そばも食べて、はい、いっぱい正月太りしてくださいね。はい、はい、お願いします。ということでみちるちゃん最後締めてください。はい、 はい、太陽光といえばトーラス株式会社。トーラス株式会社では SNS を通して様々な情報を お届けしています。またトーラス株式会社では一緒に働いてくれる方を募集しています。気になる方はぜひトーラス株式会社までご連絡ください。この放送はみちる、ゆうり、あおいでお送りいたしました。来週のこのお時間も Be Kind チャンネルをお聞きください。はい、ありがとうございます。ありがとうございます、はい、みんな良いお年を迎えてください、はい、元気な姿で会いましょう。はい